皆さんこんにちは、のちおと申します。いや最近ですね、不敬バカさんの記事を見ていて興味深いね情報っていうのがありましたんで、ご紹介させていただきたいなと思います。というのもですね、イギリスとアイルランドで供与されている商馬ですね、まあ、今年の新商馬の相付け頭数やその現役時代の実績、そして血統のね、まあ、紹介記事っていうのがあったんですけれども、いやこれがですね、もうある点で同じような馬ばっかりなんですよね。いやここまでね、このカテゴリーっていうのは、まあ、需要があるのかとちょっと改めてね感じたところでございます。まあぜひね、日本で3区輸入されている馬もおりますので見ていただければと思います。一応この米印マークがついている馬がですね、まあ、日本に産駒がもうすでに導入されている馬のようですね。でまあ早速ね、上の馬から見ていきたいと思うんですが、タイムズケースでトップだった新勝馬はデン・ソブリンズさんと、まあまずね、さらっとアホヌラさんのページを見ていただきたいんですけれども、まあ特にね、その現役時代の成績に注目して覚えておいていただきたいですね。このノーネイティバー産駒のデン・ソブリンズさんは2歳戦の1200m スプリント戦で3連勝を決めて G1 勝ち、そしてね3歳になってからも同じく 1200m の G1 勝ちを決めてですね、まあまさに早熟スプリンタースピードタイプっていうことが、まあ、言えるんではないでしょうか。でそしてこのままね2位の頭数を集めたブルーポイントに行きますと、まあ同じくねストームキャップ系っていう意味では同じシャマーダル3区ということになるんですけれども、まあ本場のね成績を見ていただければ、こちらもまたもや2歳戦から 1200m 走りまくって、同じくミドルパークステークスでは2着でしたけれども、その後もですね 1000m の G1 キングススタンドステークスやロイヤルアスコット開催のねダイヤモンドジュビリーと、やっぱり短距離の 1000m そして 1200m での活躍が目立つスーパースプリンターということになっております。そして3位のマグナグレーシアは、こちらもやっぱり2歳戦からしっかりとトップ級、ただ距離的に言うとマイルということになりますね。あのサクソウォリアも勝ったフューチャーシートロフィーを勝利して、そしてイギリスの2000ギニーも勝利と、ただそれ以降は2000して着外で5着14着でそのまま引退し5倍入りと、まあつまりはやっぱりスピードタイプの早熟性の高い馬っていうことが言えるでしょうね。全くもって凱旋門賞とかね、イギリスダービーとかキングジョージとかそういった舞台を取ったまではまあないと、もう引退時期も早いですよね。次のトゥーダウンホットもそれは同様で、2歳戦4連勝で 1400m の G1 勝ち、そして3歳になってからもやっぱり使うのはマイルまで 1400m と 1600m の G1 を勝利して、そのまま引退勝敗っていうのを決めたわけですね。でその次のソルジャーズコールもですね、前ちょっとノーザンが購入してたっていうことで動画にしましたけれども、やっぱり走ったのは 1000m の G1 2着2回と、で早熟性もやっぱり2歳戦からアベイドル4三勝3着と、でその次のキングマン3区 K リンクスも勝ったの4戦2歳戦から3連勝、そしてその距離は 1200m で、ようやくカプリという馬でですね、まあ本場はね結構有名な馬だと思うんですが、ようやくねその代表される実績としてはアイルランドダービーとかセントレジャーとか、まあ、古き良きですねヨーロッパの、まあ、2400m とか 2800m 長い距離での G1 勝ち馬っていうのがね、まあ、人気を集めてるということになるわけですけれども、ただ本場はですね、ご紹介したこともありますようにその需要はですね障害用ということになっておりまして、基本的に平地ではですね、まあ、参考を走らせるということは、まあ、想定してないということになりますね。ではまたその次に来る平地用のフェニックスオブスペインは2歳戦からしっかり走って、先ほどのマグナグレーシアの2着後ですね、アイランド2000ギニーで1着で、その後3歳マイルのみで走って引退と、でこんだけの人気を集めるわけですよね。でここでようやくですね、このマサーっていう馬がね、本当にようやくイギリスダービーの勝ち馬として結構な人気を集めてるっていうことになります。もう昔の感覚で言ったらね、そして今の日本の感覚で言ったら、日本ダービー馬がイギリスダービー馬がもう勝馬としてもね、もう当然大人気、一番人気ぐらいの勢いになってたと思うんですけれども、ここに来てようやくですからね、むしろこれまでの馬たちはとにかくいろんな意味で速い馬、スタミナの素の文字もね感じさせないようなスプリンターとかマイラーばっかりなわけですよね。であとは血統的に言ってもガリレオ系がね
先ほどの馬含めてやっぱりそんなに人気を集めてるわけじゃないっていうのも感じますよね。まあ普通に考えたらね、あれだけリーディングを取り続けてきたガリレオ系統がね人気してもいいわけですけれども、やっぱりこういったところにもねちょっと時代の流れを感じるところですよね。でこの後のインビンシブル3区後継2頭も当然ながら基本的な実績は 1200m 1000のみで、アドバータイズっていうショーケーシング後継もやっぱり2歳戦 1200m の G1 馬、そして3歳になってからも1200と1300で G1 2勝、早熟性とスプリントのスピード力で、最後のボルトガイストさんはねもう有名な馬だと思いますが、まあ本場のね日本的な価値を考えたらやっぱりサンクル大賞とかね、そして凱旋門賞を勝ったっていうのはもうエルコンドルパサーみたいな感じでねすごい価値高くなるんじゃないかって思いがちですけれども、あくまでこの春勝馬としては10位なわけですよね。もうこのレベルの実績であっても不敬バカさんの見解では障害用もあり得るぐらいの記載もねあったぐらいで、本当そのヨーロッパにおいてでもスピード性がねどれだけ重要かっていうのが感じられるというか、もう 2400m を超えるような舞台のね価値がどれだけねちょっと落ち着いてきてるかっていうのを感じますよね。あとはやっぱりやることが極端だなっていうのは思いますよね。ここまで上位に固まるかっていう感じはありますよね。まあ、当然ながらこのまま行くとねもうヨーロッパっていうのは、まあ、早熟性とスピードに長けた馬たちがどんどん増えてくるわけですけれども、果たしてそれがいいことなのかどうなのか、まあ、いくらね日本でもその早熟性とスピード性は求められているとはいえ、やっぱりダート用のね需要があったりして、そういった面で頭数が分散できているっていうところあったりしますし、あとは何よりその 2400m っていう意味ではまだすごい価値がありますからね。ダービーやジャパンカップ勝った馬っていうのはほとんどが勝馬入りして、台付け闘争も100頭以上とか全然人気する馬が多いですし、まあさすがに 3000m 以上ってなってくるとね、ちょっと日本でもかなり見方が変わってきてる感じはありますけれども、ただヨーロッパほどのその 1200m とか 1000m、超絶重視とかね、あとは2歳戦でバリバリ使って、重賞 G1 取ったらもう即引退みたいな、勝負価値 OK みたいな、そこまでは行ってないところはあるんでね、まあやっぱそこら辺考えるとね、ヨーロッパの生産者さんっていうのは、一気に極端に、がっつりシフト変更していくんだなっていうのはすごく感じましたね。まあ、あとは回転がすごく速くなるでしょうね。当然この馬たちの産駒というのも同じようなパターンで2歳で引退して商売とかしてね、どんどんビジネスになっていくわけですから、もうストームキャットの名前なんかもね、もう5代目とかまで行っちゃってますからね。スキャットダディのオーデンリバーラインは他にもね、2歳で引退した商売がいますから、もうバンバンこれから6、7、8と行くでしょうね。まあでもこういう状況にね、ヨーロッパの人気が集まるのもしょうがないところはあるのかもしれないですね。やっぱ今結果を出している勝馬でもこういったタイプの馬が結構多いんですよね。例えば CU になんかはそれこそ2歳戦で 1400m の G1 勝ちのみが目立つ感じですけれども、ただそこからねそのスピードの必要な舞台はもちろんのこと、やっぱりそっと刺すみたいなね、そしてセントマックスパシリカのような全然中距離以上の舞台もね、こういうスピードホースで勝てちゃうっていうところが大きかったと思いますよね。母系とかの影響だったり育成環境などで大いにスタミナの面は補えてるっていうことなんでしょうね。あとはフランケルだって最強馬ではありましたけど、凱旋門賞とかキングジョージとかイギリスダービーとか取った馬とかではなかったですからね。それでもう完全にリーディングこれから取り続けそうな雰囲気があるわけですし、まあ若干最近はガリレオ系っぽいところがね出てきて距離伸びてる感じしますけれども、あとはドワイもねやっぱり2歳戦での 1400m の G1 勝ち、早熟性とスピード性っていうのを発揮してリーディング級に立ってるわけですよね。まあ確かにやっぱり結果だけ見ててもね、イギリスダービーとか凱旋門賞とかキングジョージ勝った馬以上にこういう馬たちがね結果を出してる状況がありますから、まあこれも仕方ないところっていうのもあるのかもしれないですね。あとは当然もうそういったことは前からやっていたアメリカからの知事の導入というのがまあ続いているということなんでしょうね。まあでもこういったね傾向が続いてくれば、今後はヨーロッパの馬なんかもね一つずつこう日本の高速馬場とかでもさらに対応してくる産駒というのは出てくるような気がしますよね。まあ特にやっぱり日本は外量系が全然ね走ってなかったりするようにスピードがさらに求められる舞台ではありますんでね、そういった意味ではヨーロッパの競馬も日本の競馬に向いてきそうな馬は増えるような気がいたします。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。